はは。い、こんにちは今日はですねアレクサとグーグルホーム2つを3ヶ月使ってみてどちらがどんなふうに反応がいいのかといった具合の長所と欠点みたいなことをちょっとお話ししたいと思います。えー、早速ね。 まあ日常の私が現在今までね3ヶ月使っての会話どれだけどっちがどれだけ反応がいいかというところをお見せしていきたいと思いますまあ参考になったら皆さんの参考に今後ね購入の参考になったらいいと思います早速やっていきます左が Google ホームですねで右がアレクサです早速これミュートしているときはミュート機能がついてあって ミュートを外しますで。こちらもミュートできます。こっちはスライド式ではい、ミュートのボタンがあります。まあ、通常のやり方で、まずアレクサから同じような言葉を言って、どちらがどれだけ反応するかというのを見ていきたいと思いますおおはようおはよよううございます。 1982年の今日、増田明美選手がフルマラソン初出場で2時間36分34秒と当時の女子日本サ止めておはようございます。はい、アレクサ、止めて。ストップ。おはようございます。はい、アレクサ、スト,クサストップ。続いて、GoogleHome。おはよう、GoogleHome。OK、Google。 おはよう。こんにちは。ガルトさん。時刻は十五時五分です。早良区は現在十一度晴れです。今日の早良区は予想最高気温十三度、最低気温八度で晴れ時々曇りでしょう。では、どうぞ良い一日を。最新のニュースをお伝えします。はい。今日十二時オ okay, Google, 止めて。続いてね。 ラジコとかが聞くことができます。OK Google、ラジコを FM 復活かけて。ラジコで FM 福岡をストリーミングします。オが二番目。はい、こんな感じで。いはい。はい。OK Google、ラジオ止めて。続いてアレクサにやってもらいます。アレクサ、ラジコを起動。 ラジコへようこそ。再生を開始しますか？はい。再生を開始します。自転車です。で、コギコギスマートは電動アシスト自転車です。ほうほう。まあ音はいいですよね。えー、スピーカーが大きいから。は,はい。アレクサー、ラジを止めて。ラジコをご利用いただきありがとうございました。まあ丁寧なのはあこちら。 アレクサですねまあちょっと処理があまあこういうふうにアレクサというとすぐ反応しますのでミュートを聞かせると。ちょっとよくわからなないいいですはい、ごめんなさいアレクサと言って反応してれたくなかったらミュートを押すといった具合ですね。で一丁一短ありましてねやはり検索系とかあ反応が早いのは僕はあ3か月かって Google フォームだと思います。 はい余計なことを言わずに単調を明快に答えてくれるのは Google o ームでえこちらはねま定、あ、年すぎるところもあるんですが少しねまあ音声の答えに時間がかかると、うん、処理にちょっと時間がかかっているような感じがします、まあそこら辺のところはよくサーバーが強いのかどうなのか分かりません。 また一度これ、日本語を英文に変換して送ってるのかどうかがちょっとわからないところですけど、早、まあ、さの点では、うんこちら、グーグル h o ームのほうが早いと思います。ちょっと質問、同じ質問をちょっとしてみます。OK、グーグル、富士山の高さは富士山の標高は3776メートルですアレクサ。富士山の高さは 富士山の標高は3,776メートルですアレクサー一番世界で大きな川はすみません私にはわかりません OK Google 世界で一番大きな川は世界で最も長い川はアマゾン川6,992キロメートルナイル川6,853キロメートル そして超高6 3 0 0トルです。はい、そういった具合にね、検索結果とかはこちらの方がよく出てきますね。えー、こちらは私にはわかりませんというのが多いですね。で、やはりね、まあ通常使いでいろんなのに即答えてくれるのは Google ホームの方だと思います。でもアレクサはまだアレクサの良さがあるんですけどね、 まあこちらスピーカー的に大きい方を買っているので、まあ、同,一同じ値段の価格帯の Google h o ーム買うとどうなんだろうと思うんですけど、まあ、こちらはコンパクトで使いやすいで小さいけど音質は悪くない、えー、このスピーカーと比べてこちらも十分な音質だし音量だから、えー、ラジコを聴く分には非常にいいですね。また そのスポティファイからあバックグラウンドミュージックとかをかけてくれるときにも非常に役に立ちますで、タイマー系も非常にいいですね、例えば、あまあ、アレクサやってますね、アレクサ、明日5時半に起こして、5時30分ですね午前、午後、どちらですか、午前、明日午前5時30分にアラームをセットしました。 こういうふうに、朝はあ寝るときはね、えー、アラームをセットしております。そして続いて、こちら、Google ホームにセットします。OKGoogle、OK,、明日5時20分に起こして。22日5時20分にアラームをセットしました。はい、そういうふうに、どちらもこういった反応は非常にいいです。でアレクサー 今の時刻は。午後三時十分です。オッケーグーグル。今の時間は。時刻は十五時十分です。オッケーグーグル。明日の大阪の天気は。明日の大阪は最高気温十度。最低気温三度で、晴れですが、夜は曇りになるでしょう。オッケーグーグル。明日の。 東京の天気は明日の東京は最高気温9度、最低気温1度で曇りでしょう。アレクサ、明日の大阪の天気は明日、大阪・府房山は曇りで所々晴れ、予想最高気温は10度、予想最低気温は1度です。はい、こういったふうにね。 どちらも、まあ、反応は変わらないんですけど僕はどちらがいいかというと値段とコスパの点でいうと、まあ、初心者、最初にどちら買うか迷った場合はこちらをおすすめしますねグーグルホームの方をおすすめしますといったところが2つを比べた結果ですもちろん、ね、アレクサは買い物とかそういうことができますアマゾンの、ね、買い物ができるといったちょっと特徴がありますが えー、すみません、わかりませんはい、えー、そういったところでね僕がおすすめしたい方はどちらを買うかと悩んだときは、まあ、本当は両方持ってた方がいいんですけど Google ホームをおすすめしたいと思いますそういったわけでアレクサ、さよならえ、もうさようならですかまたすぐに呼び出してくださいね さよならを言うのがこんなにも辛い相手を持っているなんて、私はなんて幸せなんだろう。OK Google。さよなら。また話しかけてくださいね。うん。こっちらの方があっさりしてますよね。こちらはまあ非常に丁寧すぎると言ったところで、これは好みの問題だと思います。そういったわけで、えー、Google Home と。 こちら、Amazon Alexa のご紹介でした。3ヶ月使っての感想でした。ではまたです。さよなら。